どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、私、1200日以上ログインしてるんですが、メダルを大公開していきたいなと思います。ということでやっていきましょう。まずですね、所持してるメダルからですね、まずざっと紹介していきたいと思うんですけれども、973枚ということで、まあ、めちゃめちゃありますよね。まあ、こうやって上からつらーっと見ていくだけでも星9だらけになってるんですけども、やっぱりね、こうやってね、1200日以上やってると、メダルの所持数って半端ないことになるんですよね。星9だらけになってしまうので、どれがどの特性かっていうのがマジでわからないですね。もう全部がほとんどサポート兵器なんじゃないのかなと思ってたりもしますし、どれがどのメダルかってやっぱりわかんなくなってしまうっていうのがね、ちょっと難しいなと思うんですけども、皆さんどうですか？まだまだしていっても星9が続きますよね。こっからは、レベル8とかレベル7とかになってくるんですけれども、まあ、それでもね、まあ、こんな感じで、一応継承とかすれば星9になるメダルっていうのはたくさんあるんですけれども、特性継承って結構タイヤ削られてしまうので、本当に痛いので、私としては継承はね、本当重大なメダルとして使うときしか今はやってないですね。まあ初心者の方とか中級者の方ですとメダルっていうのは全然ないと思うんですが、本当に作りたいとメダルですね。作った方がいいかなと思います。一番簡単なのはルフィのメダルが一番簡単だと思うので、まあ、ぜひねルフィ持ってる方はルフィのメダルを作ってほしいなと思いますね。まあ、こんな感じでざっと下まで行くと、まあ、こんな感じだと星5とか星6とかですね。まあ、売却してないメダルとかもあったりもするので、まあ、整理をすればまあ、あっという間に減るとは思うんですけども、整理ってめっちゃめんどくさいんですよね。これ分かってくる人は分かってくるんじゃないのかなと思うんですけども、結構整理するのめんどくさいなと思ってちょっと放置気味だなと思いますと。でいう感じでメダルはざっと見せてきたんですけども、セット登録を見せていきたいなと思いますと。ではセットメダルを見せていきたいなと思うんですが、もう約ね8ヶ月以上はメダルのセット登録変えてないんですけども、まあめちゃめちゃ適当なところもあるかもしれませんが、そこはご了承くださいと。まあ最初のメダルですね、これちょっととすいません、適当なメダルになってしまうんですけども、まあ、攻撃特化メダルですね。まあ、このドフィーを本当はルフィに変えた方がいいんですけども、変えるのもめんどくさくてやってないですね。こうやって攻撃特化型のよく私メダルでね、よく撮影とかすると思うんですが、そういった時に使うメダルですね。これじゃあ早くね、ルフィ君のメダルに変えた方がいいなと個人的には思うんですけど、いやー早くね、攻撃 14% のメダルが出ればね、変えるなーっていう感じですね。あと、ロー君が好きなんで、ロー君の3点セットも作ってたんですよ。ロー君ってやっぱね、タグが揃うので、結構強いんですよね。こうやってね、結構バランス型となっておりまして、攻撃、防御、体力ね、うまく忠実にバランスに取れたメダルとなっております。まあ、次ですが、レベル100以下の攻撃盛りっていうことで、私が結構ね、面白いメダルで作ってるんですけど、例えばタグも全く揃わないんですけど、まあ、イベントメダルできた時にね、攻撃 12% とかが出たので、まあ、それをね、攻撃専用メダルとして使っちゃえばいいなと思ったんで、バウンティーラッシュってなかなか星6になるの難しいと思うので、まあ、そういった時にね、まあ、こういったね、タグも合わないんですけども、メダルとしてね、代用することがよくありますね。続いて、赤犬メダルですね。めっちゃおすすめですね。一番左が、まあ、3000万ルフィになるんですが、スキルにですね、KO すれば 8% 短縮するので、めちゃんこ強いですね。こうやって見てもらえればわかると思うんですが、ガチガチに強いメダルとなっておりますね。これ作るのに結構時間かかったなという印象はありますと。やっぱりタグが揃うのがあとは強い点かなと思います。続いて、ゲッター専用メダルということで、まあ、ゲッター専用メダルはね、こうやってね、やっぱりチャレバトとかやってるので、結構楽にね、装備としてね、強いなと思います。こうやってね、ゲッターの 18% とかあったりすると、圧倒的にね、変わりますね。やっぱ 18% メダルってどんだけ強いんだと思わせるぐらい強いなと思いますね。あとタグですよね。こうやって見てもらえればやっぱハンコックのタグがクソ強すぎる問題なんだよな。やっぱりハンコックはね、おすすめナンバーワンだなと個人的には思っておりますと。まああとおでんも同じですね。さっき言ったゲッターメダルのを作ってるやつをちょっとね、おでんバージョンに変えた感じですね。次ですが、セット8。赤の麦わらということで、まあ、赤専用のメダルとして作っていますね。まあ、これはあまり使い道はないとなっておりますね。次ですが、まあ、このメダルですね。まあ、個人的によく使うんですけども、まあ、やっぱりクリティカルメダルって結構強いので、まあ、ゾロとかですね。あと、イゾー、ドフィーとか、まあ、こういったメダルは結構強いなと思いますね。この過去のメダルが、本当はルッチとかの方がいいと思うんですが、ちょっとルッチね、いいメダルが揃ってないんで、入れてないなっていう感じですね。
これは同じですね。赤属性とか青属性とかもさっきと同じ土曜で、やっぱルフィ系とハンコ系が私としてはメダル多いなと思うんですよね。こうやって見てもらうと、ルフィともうハンコしかないなって感じがしますよね。で、あと青属性、緑属性もこうやってね、ちゃんとね、作ってるので、均等にうまく作れてるのかなと思いますね。でもルフィマジで多い。で、次、カチカチ系ですね。ここら辺カチカチよく言われてる噂のカチカチですね。まあ、この二つとも両方とも強いので、ぜひ使ってほしいなと思います。あと、ここら辺また、もうダッシュ速度系とか、アタッカー専用とかも、もうハンコとね、ルフィしかいない。あと、稀にカチカチメダルと、またハンコ。で、防御カチカチと。もうね、あとはまた、ここも一緒ですね。あの、クリティカル系と、あとはディフェンダーディル、あの、エネル3点セットだったり、ゴロゴロメダルですね。やばいよね。俺、こうやって見てもらうと、昔から、あの、ハンコとルフィだけで使ってきたなっていう感じがしますね。まあ、こんな感じで私のね、1200日以上ログインしたバウンティーダッシュのメダルを公開してきたんですけども、皆さんメダルどんな感じですか？ぜひね、メダルこんな感じに作れてますよとかコメントしてくれると嬉しいなと思います。このチャンネルがいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントしていただけると嬉しいなと思います。またな。